はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、割と無茶なチャレンジメニュー会でございます。今ね向かってるお店さんなんですけれども、チャレンジメニューが2つほどありまして、今日はねその2つのチャレンジメニューを同時チャレンジしていこうかなと思っております。本日挑むチャレンジメニューがですね、制限時間が15分なんですよ。でせっかくであれば両方チャレンジさせていただきまして、制限時間はね15分のまま挑んでいこうと思っております。結構ねこういうチャレンジ、ガチチャレンジってのは久々だからさ緊張するんですけど、もうお店へ着きましたね。本日はですねこちら僕の後ろに見えておりますファイヤーバーグ館内店さんでチャレンジ挑んでいこうと思います。もうすぐですねオープン時間になるんですけども、もうすでに外までいい匂いしておりますので、美味しいハンバーグのメニューなんですけど味わえたらいいなと思っております。ただ難しいだろうね。ということでですね、ただいまこちら本日挑戦させていただくファイヤーバーグ館内店さんの店内に入っております。もうですねチャレンジさせていただく2種類、調理していただいておりまして、今回はハンバーグの定食これが2キロですね。でカレーのデカ盛りこれも2キロということで、合計ですね約4キロほどということですね。ここで皆様に重要なお知らせがございます。彼はですね動画内で2キロ合計で4キロと伝えておりますが、マックさんのね動画を見返したところ、カレーが 2.7 キロでハンバーグが 2.4 キロ合計で 5.1 キロございました。誠に申し訳ございませんでした。制限時間今回15分とお話ししてるんですけども、過ぎる場合がありますので、まあ、カウントアップ形式でねこちら測らせていただきたいと思います。今日はねちょっとオープン一番にお邪魔させていただいておりますので、お腹ペコペコなんですけど、正直むちゃくちゃ心配です。怖い。ありがとうございます。はい、チャレンジは、ありがとうございます。ということで本日ですね挑ませていただきますこの2品が到着しました。ちょっとこの正面のカメラの画角にも収まりきれないぐらい大きいこのハンバーグの定食とデカ盛りカレーでございますね。熱々のうちにということなので、早速これチャレンジ開始させていただきたいと思います。それではチャレンジスタートします。はい、はい、すいません、いただきます。ありがとうございます。いただきます。よいしょ。ただもうちょっとこのハンバーグ鉄板でねジュージューなので、このカレーからいかせていただきます。うまっ。あっ、うん、あ、唐揚げうまほんと美味しいんですけど、全部揚げたって焼きたてなんで厚さがやばいですね。ちょっとルーもかなり激アツなので、一回この定食に移りたいと思います。これやばいだろうな。もうソースかけちゃいますね。うわ、うまそう。
け合わせはかなり難関ですね。なんとか5分は残してこっちのカレーに移動できましたね。
もうそろそろタイムお願いします。ですね、お店さんのタイマーの方はお 口に、ね、こう全部入れた段階でストップ止めてくださったんですけど、一応僕の方は全部飲み込んだ後ということで若干誤差はあるんですけれども、14分と43秒ということで、あぶね、ギリギリですね、17秒残しで完食させていただきました。こうね、ハンバーグ自体もカレー自体もすごく美味しくてですね、やっぱり注文入ってから常にもう作りたてジューシーな状態で提供していただけるので、一口目に食べた唐揚げ、これもサクサクで脂も出る感じで、ハンバーグの方もなんですけれども、この厚み自体は薄めなんですが、しっかりとね、噛んだ瞬間に肉汁が溢れるような、本当にすごい美味しいメニューでございました。この館内周辺はですね、会社員の方も多くて、お昼時間なんかはすごく本当に人気店で忙しいお店さんなんですけれども、この館内周辺でいただけるハンバーグの中ではもう本当にめちゃくちゃ有数の美味しいお店さんですので、ぜひですね、気になった方はこちらのファイヤーバーグさんで美味しいメニューを食べてみてください。本当はもっといろいろとお話をしながらいっぱい紹介して食べたかったんですけれども、久々の喋る余裕もないガチチャレンジということで楽しかったです。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。